気に入ってるようだな。なぜそんなに驚く？そのノートの落とし主、死神のリュークだ。さっきの様子だと、もうそれがただのノートじゃないって分かってるんだろ？死神か。驚いてないよ、リューク。いや、待ってたよ、リューク。ほう？僕はすでに死神のノートを現実だと疑ってなかったが、こうしていろんなことを直視することでますます確信を持って行動できる。なるほどな。お前には驚かされるぜ。過去にデスノートが人間界に出回った話は俺も何度か聞いたことがあったが、たった5日でここまでやったのはお前が初めてだ。